はい、番外トークでございます、はい、メッセージテーマは私と琵琶湖放送です。桜子さんよりいただきました、ありがとうございます。キラリン滋賀での生放送電話でファミリーレストランさんや数野優子さんと会話したことありました。すごく電波りましたが、なんで笑ってるんですか。泣きそうなんです。なんで、なんでどうなんしたん。あの、はい、緊張が解けて、あ、そう、生放送直後で終わったから、いや、これも緊張して。いや、お疲れ、お疲れ、お疲れ様でした。はい、緊張してないやつがここに今俺でーす。やっ緊張しません。でっかいよ、気持ったまま。おい、すごいな、はい、すいません、桜子さんね、はいはい、キラリン滋賀の生放送電話でファミリーレストランさんや数野優子さんと会話したことがあるんですよね、うん、いや、もう、まあ、いい思い出ですよね。お電話いいですね。はい、よかみですの原田と数野さんと喋れたのは、はい、ええー、思い出ですよね。何の話題ですか。下林ええねやと思って。確かに。いや、原田さん書いてないですよ。はい、わかりました。では続いて、キチゴ1号車さんにいただきました。キチゴ1号車さんもたくさんのメッセージありがとうございました。むちゃくちゃむちゃくちゃ